トコジラミは体長5ミリから8ミリほどの害虫で、マットレスやソファーの隙間に潜み、血を吸われると強いかゆみを引き起こします。9月以降、フランスの高速鉄道の座席を動き回るトコジラミの動画が SNS に投稿されたり、パリの地下鉄や映画館での目撃情報が相次いだりしていて、今月3日には駆除のため閉鎖される中学校が出る事態になりました。ボーヌ交通担当相は、公共交通機関で大量発生している状況は確認されていないと呼びかけています。ただ、パリオリンピックまで1年を切り、政府は対応に追われていて、対策強化のため関係閣僚の会合を開く予定です。